はい、皆さん、こんにちは。緩和ケアは早期から緩和委員長です。先日、ワクチンと血栓について皆さんにお伝えしました。このワクチンと血栓、これおそらく報じたの、日本でも相当早い部類だったんじゃないかと思います。実際まだこのワクチンと血栓の原因についての話、 まだ大々的には聞こえてきてないですよね。今後この話が広がってくると、また混乱や不安につながってくるのではないかというふうに考えますので、できればこの情報をたくさんの方に知っていただきたいんですが、なんかどうもですね、最近この新型コロナというふうに、まあ、書くとというか話すと、どうもこのインプレッションといって皆さんに表示される回数が少ないようなんですよね。 まあそのためこのワクチンと血栓に関してこれ非常に重要な話だと思いますし、まあしかも日本でも今後導入予定のアストラゼネカワクチンに関係することですし、まあそしてまた他のワクチンでも同じような状況があるかもしれないんですね。そのためこの情報を皆さんにできるだけ知っていただきたいというふうに思いますので、まあさらに今回新しくですね、サイエンスという有名な科学雑誌があるんですが、 そのサイエンスのホームページにこの決戦に関してさらに詳しい解説が載ったので今日はそれを皆さんにお伝えしたいと思います。このチャンネルではこのように他では取り扱ってないような医学医療健康情報を皆さんにお伝えしています。情報はたくさんあっても根拠をしっかりと明示しているもの決して多くはありません。このチャンネルでは根拠を明らかにして皆さんにお伝えすることを特徴としております。他の動画も見ていただいてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと最新情報をツイッターで流すことも多いですのでツイッターフォロー、LINE 登録よろしくお願いいたします。まあそれでですね、これいくつかご質問もいただいてます。 ま、詳しくは前回の動画も見ていただけたらと思うんですが、これ新型コロナのワクチンで血栓を、まあ、最近話題になってますよね。起こすというような話。まあ、これなぜかということなんですが、少しずつ明らかになってきたことがあって、ヘパリン菌性血小板減少症という病気があるんですね。血小板第4因子、PF4 というものがあるんですけども、これとヘパリンという血をサラサラにする物質、まあ、これ使ってる場合ですね。これが一緒に 複合体を作ってしまって、それに対する抗体ができるっていうんですね。これは自己抗体になります。この抗体が血小板をどんどん活性化させることによって血が固まりやすくなって血小板も減少するという、そういう病気がヘパリン起因、血小板減少症というんですけども、これと今回の ワクチン誘発性免疫性血小板減少症、VITT という名前が名付けられたんですけども、この VITT がどうも似てるようなんですね。どうもこの血小板第4因子というものに対する抗体というものが、ワクチンの接種者においてできてしまって、それが原因で血小板が活性化されて、どんどん血栓を作ってしまって、それで重篤な結果が起こしうるというような病態を形成することがあるというんですね。 で、これ、稀な血栓が起こることが知られています。普通だったら血栓を起こさないような部位に起きるということなんですね。例えば、脳の静脈とか、あるいは内臓の静脈とか、普通だったらあまり血栓を起こしにくいようなところに、こういった病態が起きてくるということなんですね。それもあってですね、 例えば脳静脈動血栓症という病気、これ非常に少ないんですが、今回ワクチンの接種さでは頻度は多くないんですけども、認められるというところなんですね。で、これが時として致命的な結果を起こしてしまうということで、まあ、実際何人か亡くなられた方もいるということで、それで海外でワクチン接種が特定の層に対しては中止になったりしているような、そういう現状があるわけですね。 で、今日4月の14日なんですが、J&J、ジョンソンジョンソン社のワクチンもアメリカで、まあ、血栓が原因ということで、とりあえず一時中止になったというのは、こういったやはり血栓が原因というところで中に死亡例が出たからということなんですが、血栓のできる場所によっては、そういった致命的になったりするようなリスクというのもあるわけなんですよね。で、よく、まあ、質問されるんですけども、私、血栓の薬飲んでるんですけど大丈夫ですかとか、あるいは血栓を起こしやすい自分は可能性がある。 まあ例えばそれは心房細動とかそういった不整脈とかが想定されてるんですかね、まあ、あるいはその他の病気があるのかもしれませんけど心臓の弁膜症とかですねただですね海外では特に高齢者などを優先して接種進めてきましたけれども報告されてるのは基本的には弱中年なんですねまあ、そのため 大体50代より若いということになっています。どちらかというと、そして女性が多いというところなんですね。先日の動画で紹介したケースでも、ドイツ、オーストリアの調査から出たのは11人中9人が女性で、 そして、ノルウェーから出たものは5人中4人が女性だったんですね。しかもですね、ここも重要なんですが、うち、ドイツとオーストリアの方で、まあ、1人だけですね、もともとそういう血栓を起こしやすい素因があるということは知られてたんですけども、他の方は特にそういった病気というのが指摘されてないんです。なので、まあ、よくコメント欄で頂戴する、私は血栓を作りやすい病気を持っているという場合、まあ、むしろそういうのに当てはまらないようなケースが多いのではないかと考えられます。むしろ今回報告されたようなものは血栓の素因 因がななないいようう方に起きているというところなので基本的には後天性の、まあ、生まれつきのというより、まあ後からの原因で、まあ、ワクチン接種に関係してこういったことが起きているということが危惧されているということなんですね。で今回新しいこの解説でより明らかになったことは前回の論文に対してより詳しく説明している部分があるんですけどもよくされる質問としてじゃあアストラゼネカ社のワクチンは アデノウイルスベクターワクチンなわけですね。そうすると、アデノウイルスベクターワクチンでこういったことが起きるのか、あるいはアストラゼネカ社のワクチンだけで起きるのか、あるいは他のファイザーやモデルナなどの mRNA ワクチンでもこういったことが起きるのか、ということがま疑問になるわけなんですね。 それに関してはまだ完全に明らかになってない部分もあるんですけども、これ今回の解説に興味深いものが載ってたんですが、これ論文でも示されていたように、アデノウイルス自体の量というのは少ないので、アデノウイルスが結晶板を活性化することはあるみたいなんですが、アデノウイルスが直接それを活性化するほどのどうも量ではないということなんですよね。一方で各ワクチンには、 500億ぐらいウイルスの粒子が入ってるって言うんですね。あの小さな容量の中にそれだけのウイルス粒子があるって言うんですね。そうすると中には壊れてですね、DNA を放出するものがあるのではないかということなんですね。そうすると DNA というのは負に、マイナスに帯電してるって言うんですね。一方で PF4、結晶板第4因子というのは正に、プラスに帯電してるようなんですね。ということで結合するのではないかということなんですね。で、そこにですね、 さらにワクチンによって免疫が活性化しているときに、この複合体に対する抗体ができて、先ほどもお伝えしたような結晶板の活性化が、まあ、起こってくるのではないかというようなことが考えられているということです。で、こういった壊れた DNA が放出されているということは、もともと人間の体のこの長い歴史の中において、例えば重度の感染とか障害によって、 まあ、怪我したりとかですね。そうすると細胞が壊れますよね。まあ、そうすると DNA が出てくる。ということは、これは体は、これはやばいっていうふうに考えるっていうことなんですよね。これまでの人類の歴史からするとそういうことの方が多かったわけですからね。まあ、そうすると DNA を見つけて、あ、これはまずい。ということは、これは重大なことが起きている。血を止めなくては、怪我などの場合があるからですね。血を止めなくちゃ。といっ で血小板が活性化するような仕組みが備わっているのではないかということが推測されているということですまあ、こういった有利 DNA 自体が血液凝固を増加させるのではないかということが考えられているということなんですね そして、もともと感染していたから、こうなっているのではないかというような初期の仮説もあったみたいなんですが、これは立証されてないということなんですね。そしてまたこのサイエン紙に書いてある解説においては、メッセンジャー RNA ワクチン、mRNA ワクチンでも今のところこういったものと同じ現象が起こるということは立証されていないということでした。あとですね、もう一つの可能性として、この結晶板第4因子に対する抗体というものを、 健康なな人も持っているる可能性があるととうことなんですねむしろ多くの人が PF4 に対するそういう抗体を持ってる、まあ、それが普段は末梢性免疫肝瘍という現象によって抑えられているもののワクチン接種することによって、まあ、そういった抗体が機能しないような状況になってるというものが 機能するようになってそれで、のの活性化が起ここるるででではなないいいいかとととううメカニズムも考えられているということなんですねでどうしたらいいのかということなんですが、ここも、まあ、初耳ではありますけれどもね、ワクチン容量というのを半分にすれば、当然のことながら、壊れて DNA が放出されることが原因となっているとすると、その DNA の量を少なくすることができるので、もしかすると、この血栓に関しても少なくできるのではないかというようなことがすでに考えられているということですね。 こういったものが解決策として想定されているということも今回の記事には合わせて書かれていました。まあ、そしてまた重要なこととしてあくまでそうは言っても全体で言うと頻度はものすごく多いかというと必ずしもそうではないわけなんですね。 というわけで、ベネフィット、打つことによるメリットとリスク、まあ、今回のことが起こるリスクというのを普通に考えるとメリットの方が大きいというところになるわけなんですけれども、ただもちろんのことを、こういったことを知らないで接種、まあ、して、もし万が一そういう状況になった時に、まあ、良くも悪くも、まあ、日本というのは何か大きな問題が起きるということに、まあ、なかなか許容しがたいようなところというのが多分他国と比較した時により強いというところがありますよね。まあ、そのため、まあ、これ知らないでもし こういったこここととととにになななるるすすすごいいい大変なことになると思いますから、まあ、是非ですね、まあ、こういった情報がより知られてですね、まあ、そしてまた海外だと、まあ、そういうわけで割と弱中年の女性を中心にこういった事象が起こるということが分かってきてますから、それでより年齢を高年齢の方にのみ許可するというような方向で対応しているような国もあるということなので、まあ、おそらくこういったことすでに検討されているとは思いますけども、まあ、今後日本でもこういった形で様々検討されて、まあ、変更などがなされてくる可能性というのがあるのではないかと考えられます。 欧州医薬品庁も、まあ、全体的に言うと当然。 ベネフィットの方がリスクより上回っているということを主張しているということではあるんですよね。はい。以上のようになります。あと、ワクチンに関して、世界中からたくさんの実施状況ありがとうございました。まあ、いろいろなご意見、頂戴しましたけども、やはり、そうですね、アメリカは本当に接種が進んでるんですね。そしてまた患者さんも減っているという話、伺います。一方で日本は、まあ、最初の話は早かったんですけどね、私もワクチンに関して打診されたのは相当早い時期なんですが、しかし、未だに接種には結びついていないので、 非常にこののタイムラグというのがありますよね。最初動きが早かったのに途中からなんかゆっくりなってしまっているように見えているというのは一体どういうことなのかというのがちょっとわからない部分もありますが、まあ、いずれにしろただそういうわけで今ワクチン接種が、まあ、遅れている状況ですから 引き続き、まあ、スピードアップを強く願う次第であります。やはり、行政が主導して、接種、スピードを上げていくということがとても重要になるでしょうね。はい。まあそうですね。この決戦の話というのを、まあ、まだ報じているところ少ないと思いますので、まあぜひですね、ご不安になっているような方がいらっしゃったら教えていただければと思います。まあ全体で言うと、決して数字というのは多いわけじゃないので、まあ過剰に恐れることなく、まあそして各個人がですね、メリットとデメリットをよく考えてですね、リスクとベネヒットをよく考えて、まあ接種、 するかどうかということを決断していけばいいというふうに私は思います。ただ今回の第4波ではだいぶ重症化が若年層に及んでると言われています。40代から50代もと言われてるんですね。まあそのため、基本的にはやはり ベニフィットの方が多い方が多いのではないかというふうに考えられますね。これ個人単位に考えてもそういうふうには思います。これからもこのような薬雑医学医療健康情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、顔のところをクリックされてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとはいつもコメントありがとうございます。皆さんからのコメント大変役に立っております。ぜひコメントよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんまた。